こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを実践に沿った形で分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時、すぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日はいい歌を考えるというテーマでちょっとお話をしていきたいと思います。沖縄で仏壇ごとの話とか、ひぬかんの話とか、ね、法事の話とかすると、かなりの高確率で、ユタの話題が出てきます。で、その中でもよくあるのが、いいユタ紹介して、とか、どこのユタ使ってるとか、そのユタ上等って、沖縄の人上等ってよく使うよね。上等っていう話題が多いような気がしてます。で、よくある質問。いい歌ってどこにいるのってよく聞かれます。いい歌紹介してとか。私もあの、ユタに行ってみたみたいな動画をちょこちょこ出してますけど、あの、よく教えてっていう風なのを、あの、言われます。でも全てお断りしてます。で、なんでかって、いうのはこの動画を見たらわかると思います。いい歌紹介してっていう、じゃあいい歌ってどこにいるのっていうところを今日は深掘りしていきます。じゃあそもそもそれを言う前に、いい歌って何っていうのから考えていきます。皆さんにとっていい歌ってどんな歌ですか？ぜひそれコメント欄にあのいただけると嬉しいなと思うんですけど、いい歌っていいっていう定義がみんな違うんですね。安いからいいっていう人もいます。安いからいいっていう人もいるし、連絡取りやすい人。連絡取りやすい人がいいっていう人もいる。例えば、今、ユタさんの中でも、あの、電話して予約するんだけど、その電話がつながらないとか、電話はつながるものの、予約が3ヶ月とか、1年とか、3年待ちとかっていう、あの、状況だから、ちょっとねっていう人もいる。で、あと、これは感覚？なんか落ち着くからいい。なんか落ち着く人だからいいよとか。あと、説明が上手。説明がうまい。とかですね。当たるから。あの人は当たる。で、よくこういう話をされます。で、当たるっていうのも人によって全然、このそもそも当たるってどういうことなのっていうところになっていくので、まずいい歌っていう定義で考えていくと、あの、人によってこのいいっていうのが全部違うんですね。違う。で、じゃあ私にとってのいい歌、私にとってのいい歌ってどういう人かって言ったら、自分の考え方、知識にプラスになる人っていうのが私のいい歌っていうのの定義なんですね。ここに当たる人って書いてないんですよ。で、私の場合はなぜかっていうと、もし、この人がなんか全然私のことっていうか、ね、当てる当てないで言ったら全然当たらないけれども、ああ、こういう考え方の人もいるんだなっていう勉強になったら私にとってプラスですよね。だけど、当たる当たらないっていう定義で見てると、いい歌と悪い歌っていうのが出てくると思います。だから私にとってのいい歌って何なのって言ったら、今まで、いろんな歌さん会ってきましたけど、当たらない人でもいい歌ではあると思うんですね。だけど、もう一回行くかって言ったら、また別問題。もう一回行くかって言ったら、これは別問題になります。この辺のこの考え、ちょっとややこしいんですけど、自分の中でちゃんと理解して知識として入れておくのと置かないのとでは大きく違うと思います。これ、今ユタの話してるからすっごい難しいじゃないですか。あの、恋愛に例えてみてください。よく言いますよね。自分が独身の時、いい人紹介してって周りに言ってる人っていますよね。周りに、例えば私も44歳ですけど、
同じ44歳の人がいい人紹介して、いい人紹介して、いい人紹介してって周りに言っていたら、周りの人はどう思うかって言ったら、あんたよ、自分で探しなさいと。で、いや、紹介するよっていう人ももちろんいますよ。だけど、それがいい人だった確率ってものすごく低いと思うんですよ。これ、いい歌紹介してと全く一緒。もうほぼ当てになりません。なので、いい人紹介して恋愛に例えてみると、本当にわかります。で、例えば、あなたの好みって何ねって、身長高い人っていう人もいるし、自分と話が合う人っていうのもいるし、相手はあんまりおしゃべりしない人が良くて、自分の話を聞いてくれる人がいいっていう人もいるし、逆に自分があんまり喋らないから相手から喋ってくれる人がいいっていう人もいるじゃないですか。これも全く一緒ですね。だからこれ私にとってのいい歌は自分の考え方知識にプラスになる人って言ってますけど、これそのまま恋愛に置き換えたらいいんじゃないかなと思っていて、私の考え方とか知識にプラスになる人を多分私はパートナーとして選んでるんじゃないかなと思います。で、例えば安いからいいとか、連絡取りやすい人、なんか落ち着く人、恋愛でもありますよね、なんか落ち着く人で、あと説明が上手いね、自分がわからないことをいっぱい説明教えてくれるとか、当たるっていうのは、例えば私が今日洗濯めんどくさいなって思ってる時に、洗濯今日自分がやろうねとかって言ってやってくれる人が当たってますよね。なんかこういうのを好きっていう恋愛の人は多分こういうユタさんが好きなんじゃないかなとかって勝手に私の香り調べですけど、私調べですけど、あるんじゃないかなと思います。なので、いい歌って、じゃあ、何なの？どこにいるの？って言われたら、私は、自分の中にいますって答えてます。自分の中に、いい歌がいるんですよね。なんでかって言ったら、いい悪いを決めるのは自分なので、どんなに相手にとっていい歌でも、私にとっていい歌ではないんですね。で、ここを分かる人は、こういう、トラブルの元になるので、とか、いろんな世界がある中で、いい歌っていうのを一概に紹介するのができないんですよって言ったら、これを分かってる人は、納得します。で、ダメ元で聞いてみたっていう人もいます。結局は自分の中にいい歌がいるっていうのは、自分の軸を持ってて、自分の軸を持ってて、この自分の軸っていうのをぶらさないで情報を入れる、情報をくれる人のことをユタっていうふうに考えてます。なので、例えば仏壇ごと .com とか、こういう YouTube とかも、自分に情報を仕入れてくれる人っていうのがいいチャンネルになりますよね。いいチャンネル。で、このいいチャンネルって人によって違うじゃないですか。なんかこの人の声が落ち着くっていう人もいるし、勉強になるっていう人もいるし、テンポが好きだからとか、例えば時間が空いた時にちょうど見やすい尺だからっていう人もいます。なので、結局自分の中っていう、自分の軸っていうのがブレてる人は絶対にいい歌に会えないって私は思ってます。なので、ね、じゃあ私の中で言ったその1からその6まで、ユタさんに会ってきた、まあ6人っていう風に計算するとしたら、もう1回行きたいなって思える人っていうのは3人かなって思ってます。なので、だいたい半分ぐらい差ね。で、このいいユタどこにいるの、いいユタはどこにいるって、自分の中にいる。で、よく言われるのが、いい歌はね、情報がどんどん入ってきて、自分とのなんか相性がいい歌っていうのはタイミングだよっていう話をすることがあります。結構前の動画で、去年の10月の動画で、沖縄の歌の話って言って、いい歌と出会うのはタイミングだよっていう動画を出したんですけど、ここに出しておくので、後でゆっくり見てください。で、この、いい歌と出会うのはタイミングだよっていうのはもう、これは恋愛で言うと、いい人に出会うのはタイミングだよ、いいって思ったら、ぶつかってみたらいいよ、ダメ元でねってよく言うじゃないですか。なので、ユタも、あっちいいみたいよって言ったら、まずは行ってみたらいいと思います。こういう情報って結構入ってくるようになるので、で、大体行って、二人に一人ぐらいはあんまり自分とは合わないかなって思うけど、他の人にとってはすごいいい歌かもしれない。
でも私にとってはあんまりいい歌ではないとかですね。こういうのが出てくると思います。なので、最初で言ったいい歌っていうのを考えるっていうのは、まず、一番目。いいとは何かを自分の中ではっきりさせる。はっきりさせる。二番目。自分の軸、自分を持つこと。っていうのが、まず前提にあって、初めていい歌っていうのが判断できるんじゃないかなと思っています。ちょっとややこしい、なんかね、なんか難しいというか、なんか別にこんなの話さなくていいんじゃないっていう話かもしれないですけど、いい歌って何ねってふわっとした状態でいい歌探そうと思ってもなかなか探せないと思うので、ちょっとこういう話をさせていただきました。結構質問が多かったので。ということで、今日はここまでです。動画で話していることややっていることは、ユタやカミンチの方、親から習ったやり方と違うという場合も多々あると思います。誰が間違ってる、間違ってないっていう答えがない世界です。動画で言われたからじゃなくて、ご自身が納得いくものを取り入れてやっていくのがいいと思いますので、動画はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。